約束だ。私がその秘密を明かした時、お前は元の名前を名乗って生きろ。ただ存在するだけで世界に憎まれたんだ。私は大勢の人の幸せのために死んであげた。でもその時に心から願ったことがある。もし生まれ変わることができたなら、今度は自分のために生きたいと。嘘だろ、ユミルまで狂人に。ユミル、あの巨人、あの時な。すまん。助かった。クリスタ、お前は知っていたのか、ユミルが巨人だったって。知らなかった。いつも近くにいたのに、こんなことって。あれがユミル。なあ、あいつはどっちなんだ。エレンも巨人だったけど、自分がそうだって知らなかったんだろ。でもユミルはなんか巨人の力を知ってた風だぞ。ユミルが人類の敵かもしれないっていうの。そりゃこんな力持ってんだもんな。何考えてんのか分かったもんじゃねえよ。なんだ、まさか塔が崩れること気にしているのか。そうだよ、巨人の力を自分一人で逃げるために使うこともできたはず。なのにそうしないのは、私たちを命がけで守ろうとしてるから。なんでよユミル。死ぬなユミル、こんなところで死ぬな。おい、何言いそべってんだよバカ。そんなにかっこよく死にたいのか、このアホだ。今さら天国に行けるとでも思ってるのか。自分のために生きろよ。こんな塔を守って死ぬくらいなら